.com リポーターののりなおひろこです。本日はここ東京ディズニーシーに来ております。今年開園から15周年を迎える東京ディズニーシー、15日から開催されるイベントザ・イヤー・オブ・ウィッシュが報道関係者に公開されます。これからここメディテレーニアンハーバーでウィッシュをテーマにしたショークリスタルウィッシュジャーニーが披露されます。いよいよ出発だよ。楽しみだね。ワクワクするね。素敵なことね、おとりさん。大迫力で華やか、みんなのウィッシュがたくさん伝わってきました。次に紹介するのはザ・イヤー・オブ・ウィッシュグリーティングドライブです。特別使用車に乗り込んだミッキーがここアメリカンウォーターフロントで来場者に挨拶していきます。人気のレビューショービッグバンドビートが2006年の公演開始以来初めてリニューアルされます。なんとミッキーとミニーの新たなダンスシーンが加わるとのことです。ミッキーがどんな踊りを見せてくれるのか楽しみです。ミニーの可愛いダンスのシーンも必見です。15周年のイベント期間中、 T シャツやカチューシャなど約230種類のグッズが登場します。特に注目はこのクリスタルコンパスです。このクリスタルポイントにこちらのコンパスをかざすと光や音で反応します。園内の各レストランでも15周年を記念した特別メニューが用意されています。ここカフェポルトフィーノではウィッシュの旅に出るミッキーをイメージした特別セットが提供されています。こちらのデザート、そしてサラダの方もミッキーをかたどってとても美味しそうです。食べてしまうのがもったいないくらいです。ウィッシュを堪能できる素晴らしい体験の数々でした。私も冒険の旅に出てみたくなりました。皆さんも東京ディズニーシーを訪れてみてはいかがでしょうか。